もうさっきからさ、この背後のうんちが気になって。なに、誰？ちっちゃい子たちが。楽しそうやね。でももう夕方やけん帰った方がいいよ。ごめん。そろそろ帰らなくっちゃ。ねえねえ。もう少し遊ぼうよ。あ、弟やないん。遅くまで遊んじゃダメって母ちゃん言ってたから。また明日な。この子か友達。ふーん。ちぇ、まだ遊んでたいな。まあね、ちっちゃい頃って門限とかすごい嫌やなって思ったりするよね。おやおや、かわいそうに。一人は寂しいよね。誰？え、なんか不穏な空気が。はーい。お母さん、今日のご飯なに？あれ？すー、すー。おう、お疲れや、お母さんが。って、あれ？お母さん寝ちゃってるや。何？ぐっすりだに。ぐっすり寝れるのか、その体勢で。ん？このパターン。まさか、ハックンの仕業？お、来た来た。今回は何もしてません。冗談だって。普通にお昼寝してるだけみたい。てか、ハクはいつもどこにいるの？話が聞こえてたみたいだけど。疲れてるみたいだし、起きるまでそっとしとこ。それがいいよ。てか、リクは？何？いないみたいだに。まだ外で遊んでるだに。いやいやいや。そろそろ夕方だよ。お母さん起きたら怒られるよ。お母さん怒るとお説教長いんだよね。何？じゃあ探しに行くだに。めんどくさーい。弟だろ、探しに行ってあげなよ。つべこべ言わずに行くだに。はぁ、仕方ないな。とはいえ、どこにいるんだろう。リクの行きそうな場所って言ったら。そういえばこの間、博物館の恐竜を見てはしゃいでたっけ。資料保管庫にいるうんちくまなら何か見てるかな。他にパッと思いつかないし、まずは博物館に行ってみよっと。おー。ひょうたん池博物館でリクを探そう。ということで、行ってきます。さあ、旅立とう。てか、ここのマンション何階建て？なんか結構高さあることない？びっくりするわ。ひょうたん池博物館。え、なに？リクはそこに。てか、こんな時間までって、今何時なんやろ？結構暗くなってきとるよね。ここ最近、夏場でここまで日が暮れているというのは結構遅い時間じゃないの？違うの？ね、日が長くなってきとるもんね、夏やったら。うんちくま。うんちくま、リク見なかった？うんち。リク？誰くま？そりゃそうなるよね。あ、私の弟なんだけど、5歳の男の子で。うんち。今日はずっと博物館にいたけど、そんな子は見てないくま。僕の記憶力なら間違いないクマよ。マジか。どうしよっかな。うんち。もうさっきからさ、この背後のうんちが気になって。一人で探すよりみんなで探した方が効率がいいクマ。おや？みんなで？うんち。うるさい。お、うるさいな。僕が開けたアプリのこと忘れてないクマ？もしかして。そうか。お知らせった。何？その手があっただに。ミーが書き込んでおくだに。ありがとう。うんちくま。すごい。どういたしましてくま。情報が集まるまでは他の場所を探すといいくまね。何？どこか心当たりはないだにか？何？お知らせったに通知だに。お、早速？反応早。さすがネット社会。なんて書いてあるの？お、桜ニュータウンで。リクって男の子を探してるだに。どこかで見かけなかっただに。僕さっき見かけたよ。先生と遊ぶとか言ってた。先生とは。怪しくない？それ。大丈夫？お、この続きはないのね。だに？先生って誰だに？これがリクだったとしたら、
小春保育園の先生かな。お、りっくんは保育園の子か。なんか、あの、年齢の設定がよくわからないんだが。保育園なら小学校の隣だし、まだ遊んでるのかも。え、保育園児にしては、なんかすごいシャキシャキしてる子だね。行ってみるだに。こういう漫画やアニメの世界の年齢というのは、実際の子よりも確実にしっかりしてるよね。あんなしっかりした保育園児なんか逆に怖いな。恐怖だわ。よし。小春保育園。でも保育園やったらまだね、安心じゃない？はい、半分渡りました。先生が一緒に追ってくれるんならまだね。でもさ、先生が一緒にやったら、お、なんだなんだ？夜ですけど、保育園とか絶対空いてないパターン。え、てかそれってどうなん？え、それってどうなん？なんかこう、ゲームの時間経過やけんこういう感じやけどさ、確実にこの時間にりくくん、保育園にいたらおかしくね？あら、先生いるし。こんにちは。もうこんにちはじゃないよ、こんばんはだよ。あら？アイナちゃん、今日はどうしたの？はーい。りく、ここに来てませんか？りくくんは見ていないわね。何かあったの？遊びに行っちゃって、まだ帰ってきてないんですよね。あらあら、大変じゃない。先生もりくくんを見かけたら帰るように言っておくわね。ありがとう。はぁ、あ、違ったとは。何？見つからないだにね。ああ、もう、これ以上はどこにいるかわかんない。遅くなってきちゃったし、一回家に帰ってみようかな。もしかしたらレクも帰ってきてるかもしれないし。まただに。お、またお知らせったに通知だに。おや？え？どれどれ。今度は誰からの情報？お、子供の集団ならわしも見たで。集団。カメカメラにおったかな。みんなでお出かけかな。なんかいいね。みんながこう、和気あいあいと話しよる感じ。だに？カメカメラだそうだに。子供の集団？その中にリクもいるのかな？やるだに。とりあえず向かうだに。カメカメラということは？地面にみんなの落書きが。青葉原ということだよね。ちょ、待って。道が。こっちから行ったんでいっか。何気に上り坂になってるのね。あれは何？人か。人か。カメカメラにみんなで？何事よ、保育園児が。家電品を扱ってるとこってことやろ。要はビッグカメラ的な場所ってことよね。え、しかも結構遠いよ。こっちか。結構遠いよ。まあそりゃさ、みんな自転車で移動しようかもしれんけれども。おう、木にぶつかったぜ。あれかな？みんな電車で移動とかしようかな？もしや。ごめんね、すごい縦横無尽に走って、あらまあ。あれ？ここか。カメカメラ、ここか。ちょ、待ってね。今更ながら信号を守るから。またほら、青鬼とか出てきたら。ちげえわ、青鬼は守ってたら出てくるんだ。さあ、カメカメラには来たけど、子供の集団なんて見当たりませんな。え？どうするだに？消えた子供の集団、謎の先生、これは事件の予感。お知らせたの情報が更新されるのを待ってみるだに。ここで？お、ケイタのストーリーを進めるとヒントが。マジか。ということで、どこにあるんだ？キュッピー、スポーツクラブにあるやん。ということで、ちょっと向かってみようかな。ここ？スポーツクラブ。この中にあるってことかな？あ、あったあったあった。キュピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュ？ということで、ケータ。え、USA にいるケータに何の関係が？リクだよね。探してるの。リクくんだよね。
ストーリーリンク発動。ケータキューン、ヌンの情報が更新されましたよ。気持ち悪い言い方。え、ほんと？今度はどんな記事が書いてあるの？ちょっと待ってくださいね。今回の特集は、入ってはいけない魔人の部屋だそうでびす。魔人の部屋？なんにゃん？真夜中に聞こえてくる音楽に導かれて、光を放つ不思議な入り口に入ると、一つ目の魔人がいる部屋に迷い込んでしまうそうでびす。一つ目、そういうこと。一つ目じゃなくって一つ目？なるほど。部屋の奥に進んでしまうと、二度と部屋の外に出られないのだとか。え？何それ怖い。でも光を放つ入り口って、まさか、気まぐれゲートのことにゃん？おお、確かに。言われてみればそうでびす。早速ダイモン教授に教えに行きましょう。だね。リクくん関係ねー。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。